今日はドッグフードの品質が見分けにくくなってるっていう話ですね。まあ、どういうことかというと、ドッグフードで例えばパッケージをお店に手に取って原材料表記ですよね。あと栄養価の表記、あとはどんな感じで作ってるコンセプトとかパッケージにたくさん書いてあるので、それを見るとある程度は見極めできるようになってるんですけども、最近はその表記をメーカーがこぞってこう変えてきてるので見極めにくくなってるっていう話ですね。これ日本でシェアを占めてるドッグフードメーカーですね。マースグループだったりとかユニチュアムですね、ヒルズとか、まあ、ロイヤルカラー、日清とか、まあ、ビタマン作ってる会社とかね、でかなりのシェアになりますよ。品質ってやっぱり三角形で、上の方の良質なご飯をチョイスしてる人はすごく少ないけども、下の方の良くない品質ですよね、縦軸が品質だとすると、下の方の良くない品質のご飯を選んでる人はたくさんいると。このシェアを占めてるご飯っていうのはほぼその下層の下の方の品質ですよね。こういう現状がありますと。今日紹介するその一見良さげだけどっていうご飯の名前は出さないですね。名前出すと怒られちゃうんですよ。低評価も増えちゃうんで。なぜかというと、扱ってるお店が多いのと、与えてる管理さんが多いので。これね、一見原材料表示見てもあんま分かんないんですよね。じゃあこのフードを作ってるメーカーの評価がドッグフードアナリストだとどのぐらいの評価だっていうのをお伝えしますね。ドッグフードアナリストっていうのは、このデータでは10年以上前のデータですけども、今も本質は変わらないですね。利害がない評価サイトです。つまり6段階で評価されてるんですけども、このご飯パッケージを見て、あ、これは6だな、5だな、1だなっていうのは僕はある程度分かって、実際にその評価サイトで見るとほぼドンピシャでなってる。まあそのぐらい利害が入ってないですね。ちなみにこのフードメーカー6段階の全ての商品で2ですね。これはもう10年前ですけども、じゃあ仮にですよ、この10年間でこのドッグフード会社がコンセプトを変えていい品質のご飯を作るようになったかどうかっていう判断って必要じゃないですか。そこ紐解いていきますね。この会社2016年にマースグループの傘下に入ってます。この会社は世界最大のドッグフードを作るグループですね。いろんなラインナップを販売されます。見るとネットで見るとこんな感じですね。犬のことを考えて品質の良いご飯を作るつもりは毛頭ないことは分かりますよね。他の人ってどうこのメーカーのフードを評価してるんだろうと思って、ドッグフードの神様を見てみました。ドッグフードの神様ってドッグフード検索するとすぐすごく上位に出てくるアフィリエーターさんが作った作品ですよね。でベースはドッグフードアナリシスの評価サイトに、ドッグフードアナリシスはアメリカで販売されているドッグフードしかランキングに入ってないので、それに国内のドッグフードを入れてアフィリエーターさんの利害が発生するような操作をしているランキングサイトだと思ってください。はい、ドッグフードアナリシスが6段階なのに比べて、ドッグフードの神様は7段階ですね。 S から F までですね。ドッグフードアナリシスでは下から2番目でしたね。ちなみに S ランクってこんなラインナップですね。まあ、アフィリエーターさんのマージン比率が高いドッグフードですね。東南に卸してなくて、メーカーが直で売ってると。A ランクもこれですね。ここもアフィリエーターさんですね。アフィリエーターさんと契約して、利害が入ってくるドッグフード会社しか載せてないと思います。予想ですけどもね。必ずしも7段階で2のご飯が入っているわけではないので。ちなみに、B ランク以下に関しては、まあ、フェレラさんに利益が入ってこないものを、ある程度、まあ、公平に評価しているサイトだと思います。ちなみに、このメーカーのフードは B ランク 73.2 で出てきました。じゃあ、D ランク以下はどんなラインナップなんだろう。止まった時に、出てきました。ロイヤルカナン D ランクですね。E ランク、アイムス、プロマネージ出てきました。F ランク、ペキグ出てきました。このメーカーが属しているペットフードグループの商品は B ランク以下に集約していると。まあこのドッグフードの神様の評価が正確かどうかっていうのは分かんないですけど、もはやもう誰も分かんないですけども、他でもインターネットの情報を見て判断していると思うので、この評価を最終的な評価を見るとなんとかなく腑に落ちますよね。原材料の扱いや製造工程などにおいても厳しい管理が設けられており、アメリカ食品医薬局 FDA によって視察された施設で、フードが製造されているので、品質、衛生管理においてはかなり徹底されていることは間違いないでしょうと。
ただし原料のグレードや配合比率、調理方法、トレーサビリティシステムについての具体的な情報はありません。まさにそれですね。でホームページにこんな動画が載ってました。品質を第一に考えます。品質が一番大事ですね。我が社にとって品質は全てだと言えます。品質は私から始まる。品質は私から始まる。品質は材料が工場に到着した瞬間から始まっています。私たちは常に品質検査を行います。600項目、それは膨大な量の検査です。そうすることで製品の安全性が確保されます。 PV 測定、検査をし、さらに再検査をする。タンパク質、脂質、さらに再検査。製造ラインでの粒の水分値、密度の測定、そして最終製品も検査します。品質査定会議が毎日行われます。製品のサイズ、食感、匂い、見た目などお客様目線でチェックします。満たすべき厳しい規定の項目があり、満たさない場合その製品が出荷されることはありません。品質の高い原材料、栄養価を壊さないで高い栄養素のドッグを作るっていう品質ではなくて、綺麗な工場で同じ色で同じ粒のドッグをしっかり殺菌して、人に健康被害を与えないような品質、ドッグフード、それが品質だと思うんですね。まあ僕の評価としてはドッグフードの神様と10年前のドッグフードアナリストの真ん中ぐらいが妥当なのかなっていうところですね。必ずしも犬のことを考えて最高品質のドッグフードを作ろうとは思ってないと思います。でもドッグフード専門店でもこのフードを置いてるところは多いですね。まあ、何が言いたいかというと、まあそれがビジネスなのかもしれないですけどもね。まあ本当は売りたくないけども置いてるっていうお店は結構あるということでした。いやー、コメント受け付けたくないな。絶対ね、来るんですよね、コメントが。はい。まあ、僕の話してる側面って特殊な側面なので、ドッグフードっていろんな考え方ができてるので、いろんな反応はあると思うんですけども、お客様からの質問は受け付けます。同業からの質問は受け付けません。では。